わうわうわマスオ TV。 はい、マスオ TV です。はい、皆さん今日はですね、こちら伊勢海老をさばいていきたいと思います。めっちゃ怖い、一人でさばいたことない。で、今回のね、この伊勢海老なんですけど、生産者さんから直接実は購入しました。というのもですね、今このご時世じゃないですか、なんかやっぱり飲食店に足をね運ぶことが難しくなったり、休校で給食がストップしたり、それに伴って生産者さんがせっかく育てた食材が行き場をなくしているっていう状況らしいんですよ。もうね、ちょっとカンペ見ちゃってますけど。で、ポケットマルシェっていうね、僕ね、ホームページで買ったんですけど、全国のね、農家さんだったり漁師さんから直接ね、食材をね、購入できるっていうね、そういうホームページがあって、今回ね、それを利用してみたっていう形です。で、今回はこういうエビだったんですけど、それ以外にもお花とか、まあその農家さんもそうですし、いろんなね、こう生産者さんが今結構ね、大変変な状況なようですので、ぜひね、皆さんもね、興味があるものをね、チェックしてみてはね、いかがでしょうか。ということで、さばいてみたいと思います。非常に怖い。ではやってみましょう。ではこれから実際にさばいていきたいと思います。まずはこの発泡スチロールを開けるんですけど、いきます。伊勢海老オープン。うわー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 、びっくりしたー。うわーうわーうわー、びっくりしたー。生きてるー。俺は2キロ買っちゃったんだー。めっちゃ買っちゃった俺。っていうか生きてるんだ伊勢海老。まだ動画とかでさばき方は見たから大丈夫だ。トミックさんに電話しよう。お疲れ様です。今大丈夫ですか？あ、大丈夫ですよ。大変申し訳ありません。伊勢海老、伊勢海老、はい、2キロ間違えて買っちゃって。でかいっすね。いや、もう何匹もいるんすよ。あー、なるほど、そういうタイプの。はい、で、伊勢海老で、トミックさんの動画何回も見たんですけど、さばき方。はい。伊勢海老って危ないですか？全然危なくないです。全然危なくないですか？噛まないですよ。噛まないです。なんか、直近とかもないですか？あ、全然ないです。伊勢海老はないです。あ、伊勢海老はないですか？はい。ありがとうございます。はい。はい、すいません。はい。はい、失礼します。ご自愛くださいまし。はい。伊勢海老は大丈夫そうです。じゃあちょっと持ってみようか。怖いな。うわ、あ、すごい。ではですね、これからさばいていきたいと思います。トミックさんの動画を見たので大丈夫なはず、自信持ってやろう。ではいきます。ここをまず切る。はい、いきます。せーの、ガシッと。買った。え、これさ、ダメだね、包丁じゃダメだ、ハサミだな。やっぱハサミでちょん切ると、ピッと。これはさ、危なくないって言ったけどさ、このトゲトゲがすごいですよ。もしさ、このトゲにさ刺さったりしたらマジでヤバそう。はい、で、ここを押さえて、ここの膜をこう切っていくらしいんですよ。いきます。なんか汁とか出たりするらしい。こう、こういう感じで。難しいなぁ。買った。あ、これでいいのか。やっと入った。こういうのはね、怖がってやったらダメ。ちゃんと、あー、入ってた入ってた。よし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 、すごいわ。うわー、すごい。あ、できたー。で、これでここをカットして、で、最後にこの部分をハサミで切っていくということです。かてー、すっごい飛んできた。こういう感じで直近。よーし、で、これを剥ぐと。いきますね。うわ、うわー、すごい。で、スプーンですくうように取っていくようです。
わあ、すっごいプリプリなんですけど難しい。お、取れた。おお、取れた。すごい、しっかりと取れました。ということで、こんな風にね、ちゃんと取れました。プリプリですね。では、これを切っていきましょう。エビってどうやって切るもんなんだね。なんか半分は焼いて食べたいんですよ。で、半分はお刺身みたいに食べたいんですけど、どうやって切るのがエビっていいんだろう。普通にこうやって切りますか。え、どうやって切ってたっけ、エビって。まあ、やば、うまく切れない。まあ、こういう感じでいいか。こう、ゴロゴロ食べた方が良さそうですね、エビは。じゃあ、これを刺身みたいにして食べよう。ほら、これをお刺身用、ちょっとお刺身用で、こっちはちょっと焼いてみよう。お味噌汁にするのと、ちょっと焼いてみるの、両方やっていきたいと思います。じゃあ、火つけて。はい、味噌汁作りながら焼くと。で、焼きはこんな感じで。イェーイ、焼けたー。すごい、プリップリー。なんか、お祭りの匂いがしてる。すごい美味しそう。っていうか、やばい、すごいことになっている。ブクブクになってる、エビ。すごいすごいすごい。はい、ということで、伊勢海老のお味噌汁もできました。すっごいよ、真っ赤でしょ。ほら、そしてこの香りと出汁が出たお味噌汁、これやばいね。これはやばいよ、絶対にうまい。伊勢海老料理完成しました。お刺身、焼き、そしてお味噌汁ということでですね、まあ、僕も無事伊勢海老を調理できました。まあ、よかった。では、新鮮な伊勢海老を食べてみたいと思います。まずはですね、お刺身ですね。プリップリなのかな、これは。いただきます。うんま、あんま、うんま、弾力が半端ない、跳ね返してくる。うんま、うまーい。続いて焼きですね。焼き、うん、うまい。こう海とかでさ、なんか屋台とかのなんかこう香ばしい香りみたいな、この焼きからそれがね、もうね、伝わってくんですよ。もうこれも絶妙だな。マーベラス。で、最後はお味噌汁、出汁が効いてるから、いただきます。あー、優しい。あの、お寿司屋さんのお味噌汁、うまいわ。寿司食いたくなる、うまい。ということで、今回は産地直送で伊勢海老を調理してみました。いや、うまい。うん、そして伊勢海老はそんなに難易度高くないってことがね、分かりました。皆さんもね、トミックさんの動画を見れば調理できるようになりますので、ぜひね、そちらの動画もね、チェックしてみてください。最高。はい、ね、また産地直送で違うの買ってみたいなと思いました。ということで、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオ TV でした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。